こんばんは。こんばんは。すごい、おしゃルームいっぱい。ありがとう。こんばんは。こんばんは。あ、白だ。ありがとう。こんばんは。久しぶり、久しぶり、久しぶりかな。あ、でもコンサートが終わった日だっけ。あれ、当日だっけ。当日に夜15分か30分ぐらいだけ配信をしてました。でもその時ね、同じ部屋に、そう、カイニャンとフーちゃんも一緒にいて配信してたから、何喋ってたかちょっと覚えてないし、なんかみんなにねどう見えてたかはちょっと分かんないけど、お話しできてないので、配信でもコンサートの話をしたいです。であとはあれだね、その前にそうあれがあったんですよ、2周年記念特別配信がそうショールームでやって、その時の話もできてない気がする。あれしたっけ。シロハッピーさん、アイスはハッピーさん、これハッピーさんおねんね中です。ちょっと見え、こんばんは。こんばんは。待ってた、ありがとう。え、してないよね、やっぱ。そうそうなんだよ、2周年特別配信はちゃんとね、東京にあるショールームスタジオがある場所であれ配信してたんですよ。初めてそう行けて嬉しかった。なんかよくさ、イコラブさんとか東京で結構活動してるアイドルさんたちがあそこの場所でショールームをやってるのをね、ちょこちょこ自分の携帯で見てたから行きたいなと思ってたんだけど、そう達成しなきゃ SK は行けない場所なんですよ、名古屋で活動してるから多分。そう、ずっと行きたかったの、行けてよかった。でもまたね、1周年記念配信も言ったところ、スタッフさんが OK してくださったので、いつか分かんないけどやるので、皆さんその時はまた見てください。見てね、何やるかちょっとね分かんない。私もあれ以上のこと、自分らしい配信をしたいから、ちょっとめちゃめちゃ考えなきゃいけない。ゆきじいじいハートたくさんありがとうございます。こんばんは。こんばんは。あの時の配信さ、そうスタッフさんもすごい優しすぎてそう本当に優しくて、フルーツもね、みんなに見えてたかな、全部本当にたくさん用意してくれてて、そう50分間の中でやる企画だったんだけど、自分が想像してた以上に言ったもの全てを用意してくださって、ごめんなさいこんなに用意してもらってって言ったら、いやもういいんだよ2周年だからって言ってくださって、優しい優しい。スタッフさん食べましたね。いやでも昆虫食は食べてないと思う。ぜひ食べてくださいって言ったんだけど、あまりはね、そうちょっとね時間がなさすぎて、そう終わった後全然食べずに帰りました。食べたかった食べたかった。しかも私と一緒にいたのがアナンちゃんだったので、余計に早く帰らなきゃいけないっていうね、私の頭の中にはあったんですよ。だから帰りましたすぐ。あ、もう大丈夫ですって言っちゃった。あとありがとうございます。あ、でもスタッフさんがね、そう食べるって言ってたので残してはないと思う。美味しかったよ、いちごも甘かった、シャインマスカットも美味しかった。おしゃ、そうちっちゃいもん、かわいいもん、かわいかった。
った本当にアナちゃん。初めて食べた昆虫食だったな。いやなんかさ、スコーピオンってもうサソリだよね。そうサソリはまあまあまあ思ってた通りだったけど、タガメに関しては想像以上に味がなくて本当に。だからよくね、企画とか罰ゲームで食べてる人は見た目でやられてるんだと思って。味本当何もしないのよ。私味覚嗅覚コロナで失ったけど治ってるので、その理由ではないはずなんですよ。そう、見た目らしいですね。あれは味はしました。今はねもうするだけど、タガメ味しなかった。でもあのあとね、聞いて、いっぱい触ったじゃないですか、私タガメとかサソリをこうやって。なんか美容系 YouTuber みたいにコスメを紹介するように昆虫食を紹介したじゃないですか。あのあとから食べた後、もう手足足の裏が痒くて痒くて仕方がなくて、なんだろう、なんかね、ジンマシンとか赤いポツポツができたとかそういうのはなかったんだけど、ムズムズ痒くなっちゃって、あ、え、やばくないこれと思ったんだけど、一応ね次の日とか数時間だったらもう治ったので一応安心はしたけど、これからちょっと気をつけなきゃいけないねっていうのはお母さんと話しました。うん。なんか今まで昆虫食は私配信とかで食べてたじゃないですか、コオロギ、バッタとか。それを食べてた時は何もなかったので、その配信の時に初めて食べたサソリとタガメと何か違う昆虫の幼虫を3種類初めて食べたんですよ。この3つのどれかに私の手足を痒くさせた犯人がいるんですよ、多分。多分ね、うん、これ以外食は当たってない、もう変なものは食べてない。カブトムシの時も一切なかったから、ちょっと気をつけます。はい。みんなに言うことじゃない。でも一応そう、こんなことがあったんだよっていうね、裏のことを一応ね、もし私がなんかね食べる機会あったら気をつけてって一応言って。私もね気をつけるけど、いやフルーツは、あ、相性が悪かったのかな、組み合わせが悪かった、確かに。でも怖いなーね。そう、手の甲が痒かったので、気持ち悪くなってた。もうね、帰りのね、もう車がすんごいしんどかった。あの運転手さんがタクシーなんですけど、荒くて。それで酔ったし、もう最高に気分が悪かった。もうね、死んだかのようにね帰ってた私は、あの日。本当にしんどかった、普通に酔った。なんかね、最近普通の電車は平気なんですけど、新幹線でもなんか酔うようになっちゃって、なんかダメみたい、もう乗り物が。私さ、乗り物、車、バスは絶対に酔うんですよ。タイヤの上だとなおさら確実に酔うですよね。で新幹線は唯一平気だったんですけど、最近乗ったらそう、ちょっと酔って、もう乗り物無理になっちゃった。やばいな、最近の新幹線すごい揺れる。
寝てても酔うの？寝てたら酔わないけど、もう乗った瞬間酔うんですよその乗り物の匂いも無理だし、スマホもね見ないようにしてても酔っちゃうの。窓見せても酔っちゃう。そう、家の車しか無理です、酔わないのは。本当に匂いすごいよね、独特な匂いする。新幹線逆向きに座った時酔った。あ、確かにそれは酔うわでもね、そう、移動するの大変なの、やだ、しんどいよね。そう、家の車は唯一酔わない。やっぱ慣れてるし、自分家の匂いがあって安心感があるから酔わないんだと思う。ハビさん可愛い、ありがとう。ハビさん、ハビさん、自分が運転してたら酔わない。確かに、あ、言うよねそれ。みんな誰かさ、そう、乗り物すごい酔う人でも自分の運転だったら酔わない人、私の周りにもいた、そういう人。お腹空いてるときめちゃくちゃ酔う。わかる、わかる、わかる。ジェットコースターは酔わない、楽しんでる大好き無理なんだよな、乗り物。だから次も行くときちょっと気をつけよう。酔い止め飲もうかな。なんか修学旅行のとき絶対飲んでたんだけど、最近になってはもう飲まないから。飲もう。飲んで治るかって言ったらちょっと分かんないけど、気持ちの問題だよね、もう飲もう。乗り物用意したことない。羨ましい、羨ましい。酔い止めね、ちょっと常備しよう。いつはスモールバーダー酔う？酔ったことないあれはもう違うよね腕につけるタイプの酔い止め、何それ、初めて聞いた。時計タイプ、何それ、どうやってやんの。あ、人酔いする、あ、人酔い分かる、人混み苦手、私。ハッピーさんの香りがあれば読まない。そうね、そうね。でもね、お腹、私がお腹空いてる時にハッピーの匂い嗅ぐとすごい気持ちになる謎すごい気持ちになる結構食らうアイス、ありがとうございますかわいい、ハッピー、ハッピーの話してるけど悪いことは言ってないよかわいい。今日はね、何回もハッピーと一緒に寝れました、やっと。なんか昨日東京から帰ってきた感が一切なくて、そう、ショールームの話はこれぐらいかな一周年も楽しみにしててねっていうことと、あ、そうだ、24日からアバター配布があるので、そこから1週間かな、だから31日までアバター配布があるので、その期間は何もない限り毎日配信すると思うので楽しみに待っててね。どんなアバターか、でもな、24日のお昼からもうできるよって言われたんですよ。で、その時に私のね、このショールームを開いてしまったら、配布されてるアバター欄に新しいアバターが見えちゃってると思うから、みんなネタバレはしないようにね。サヤの2周年のアバターこれだ、これらしいよってスクショして
ツイッターに載せないでね多分楽しみにしてくれてる人もいるから。ツイッターには載せないでね。配布開始されたらいいよ了解です、ありがとう、ありがとう。24はやることある日だな。だからお昼からはちょっと難しいな。でも次の日そう公演だから、公演だ、25、29公演だ。年内最後の K2 公演、2日間、どっちも出れる29だよ、29。クマありがとう、クマさんクリスマス公演初めてかな、私バレンタインと逆生誕だっけ、お客様生誕かな、イベントで公演出たのは。でまあそうだ、女性限定 3種類。25日の公演来る人25日楽しみだな。久しぶりっちゃ久しぶりだよね多分。29年内最後の声も見てほしいな。あ、いる、はい、だって楽しみだ、当たったら行く。当たる、29は明日発表、3時ぐらいだっけ。当たってほしい、みんな。でも年内最後だからさすがに倍率高そう。メンバーも発表されてるよね、29。あれ、そうだよね、バラありがとうございます。そう、あとは年明け一発目1月6日の公演に出ます、出ます、はいはい去年の方が年末年始帰れてないのかな。今年もそう、帰れる期間が短くてちょっとね大丈夫かな私って感じなんだけど、そう私さ本当にそう帰ればいいじゃんって言うしさ、言われるんですよ。少しの期間でもあったら帰ればいいじゃんとか、あのそう名古屋こっちにハッピーさんと一緒に暮らしてるのでそう簡単に帰れないんですよ。だから年末年始には必ずほぼほぼみんな帰るじゃないですか。だからその時にぐっと1週間以上帰りたいんですよ、帰れないから。そう言ったけど無理でした。そうそうなんだよそうなんだよ、荷物もいっぱいあるし新幹線でなかなか帰れないし、帰るのはいつもそうお父さんが車で送り迎えしてくれるから帰れるので、で家族がさそう名古屋に来てもらうのもいいんだけど、やっぱ部屋狭いし私が神奈川にいたいんですよそう空気を吸いたいし友達にも会いたいしやりたいことがたくさんあるんですよ、やっぱ地元のね。だから
来るのも嬉しいけど、私が帰るのが一番嬉しい。前より強くなったよね。まあそうね、強くなるしかないっていうのはちょっとね感じた何言ってもだって変わんないから、結局自分が我慢しなきゃいけないっていうのはね、そうとても痛感してますのでそう、帰るのも今回折れましたし、そうだよ、ちゃちゃにも会いたいねえ。でも本当に心が病んだら何が何でもハッピーと帰ります、私はまあそれは今年はなかったけど、去年もまあなんとか乗り越えられたけどねえ。とかも大変そうなんだよ、そうなんだよまあ大変じゃない人もいるよね、別にペットがいるから安心しても実家に帰らなくてもいいっていう気持ちの人もいるし、そうね、他の猫たちが私は心配で、そう会いたいんです、寝てるからハッピーちゃん、ハッピーちゃん、違う話いっぱいしちゃった、次次新世代コンサートの話。でも基本もう私ねメールで言っちゃったんだよな、全部結構ギュッと詰めたメールでした、昨日送ったかな気が早い、ごめんずっとダラダラ喋っちゃう、しかも帰省する話だからさ、考えすぎると自分も落ち込んじゃうからそう結構長めに配信じゃないやメール送っちゃった、何通かにさ分けようとしたんですよ、曲ごとにとか、いつで送っちゃった、結構内容さ激しかったかな、一応いや何でもないこんばんは、こんばんは、ハロー、ハロー、 How are you? I'm fine これしか言えないさ寝てる？寝てる。すごい。マレーシアし、すごい。ありがとう。ありがとう。みんなから見て今回の新世代コンサートはどう見えたんだろう。すごいそれが気になって。もちろんね、私を応援してくださってる方は私をずっとねいたら見てくださってると思うから、よかったよとかどこにいても関係ないよみたいに思ってくれるかもしれないけど、でも一応さ心の中本当の本音っていうのはさ違うと思うわけじゃん。それが気になる、私と同じ気持ちだったのか、楽しかった、よかった、それしか見てなかった、ありがとうありがとう、あ、ハッピー、うずくまった、白3本見えた、見えた、ありがとう、ありがとう。そう、2階もね、白3本サリウムがね、いて、いっぱい見ました、目あったかなおでこ目立って見つけやすかった、そう全メンバーの中で私だけおでこを出してたので分かりやすかったでしょ、親にも言いました結
構モニターに抜かれたと思う。嘘、こっちはさ、そう完全版っていうのかな、定点とかの映像をもらってないからわかんないんだけど、映ってた？サリウム、ありがとうございます。ステージ映えてるっつさ、ありがとう。まあ嬉しいことから言うと、やっぱりツイートでも言った通り NMB48 さんのらしくないを山本さやかさんと同じ歌割りで歌えたことが本当に嬉しくて、そうなの、でも本当に嬉しかった。隣に里川さんいるし同じ歌割りだし、一番楽しかった、あのいろんな曲があった中で。やっぱ大好きな人と大好きな人の曲を歌わせていただけるのがこんなに嬉しいことなんだって思って。まあね、卒コン、ジュリナさんの卒コンかな、でもねココテンを披露したんだけど選んでもらって、そう2回目なんですよ。もう嬉しくて嬉しくて、それかな。他のグループの曲のポジがどうなってるの？A からアルファベットですでも人数が多かったりすると、そのちゃんと姉妹グループさんの名前になってます、ポジション名は。そう、私は ABC、 あ、E でした、 E でした、ポジション。お母さんが D かじゃん。D？ わかんない。どっちか。嬉しかった本当に。振り振りもそうは NMB さんの振り振りで、ここてんはさやかさんいたんですけど、らしくないはさやかさんいなかったんですよ。でも嬉しかった。可愛かった。イントロでさえ、そうなんか、そういうすぐ探した。正解。よかった。いや、本当に嬉しかった。でもね、そう、キミちゃんもさ、NMB48 さん好きだったから、羨ましいってずっと言ってたし、むしろ一緒に踊ってた、キミちゃん。キミちゃんもね、本当に顔面強くて可愛いから、こっちにいてもおかしくないんだけど、でもダンスかっこいいから、ウザの方に選ばれてましたね。そうなんだよな、キミちゃん青赤でウザのダブルセンターっていうのかな、あれはやってたね。私は踊れないので、いつも可愛い方に入れてくださいます、ありがとうございます本当に嬉しい。4曲をなんか自分の希望とか出したりしたの？してないです、もう勝手に選んでいただいてました。瀬戸里が来たと同時にもう分けられてて、ね、よかった。でもねでもさ、あんまり言い過ぎても良くないかなって思うんですよ。自分は今 SK にいるし、 NMB さんの曲を披露できることが嬉しいけど、言い過ぎてもさやは SK じゃん、じゃあ NMB はみたいに言われるかもしれないから、ツイートもね言わないようにしようかなと思ったんだけど、でも少しでもさやかさんの耳に届いてほしいし、
本当に嬉しかったことをみんなに伝えたかったから名前を出して言っちゃいました。ココテの時もねツイートしちゃったし。そうなのそうね、なんか他のメンバーもね、なんか好きなアイドルグループ言いすぎてもファンの方に嫌がられたっていうメンバーがいて、何それと思ったんだけど、うん気にしなきゃいいんだけどね。でも好きだからこそ気にしちゃうんだよな。でも好きなことはどんどん言います、私は。でも言ってね、夢が叶ってるメンバーがうちの同期にはいますからそうすごいよ。気にしない、ありがとう。でももう気にしてない、ありがとう、みんなのおかげ大変だよね昨日チマがツイートした写真は本当に直前にチマがちゃんと確認取ってくれたんですよこれ載せたいから載せていいって私に連絡くれて、全然いいよって言ったら、なんか予想以上にすごいいろんな方から反応していただけて嬉しかったですありがとうございます本当に。でもあの表情は本当にねなかなか見れないからね、私の自撮りの中では。チマカメラは自撮ったことですね多分そう、倉島さんがそう差し入れとしてみんなに置いてくださったメロンパンクッキーかな、そうちっちゃいんですけどクッキーだろあれは、うん、クッキーで書いてあった気がする。本当に美味しかった。じゃあ私本当に夜ご飯のお弁当を食べなかったんですよ、公演前に、コンサート前に。本当にお腹空いてて、でも簡単に食べられるものが近くにないと思ったけどメロンパンが目の前にあって食べました。そしたらすぐチマに気づいて、気づかれて取られましたね美味しかった本当にえでもちゃんとね5分前って言いながら食べた後ちゃんと歯磨いてますから私。そこはみんなあれだよ、ダメだよしっかり歯磨いてる、公演前もしっかり歯磨いてるよ私歯磨かないと私は嫌なので。磨かない人いるのかな いいでしょ。そう、もう急いだよね普通に。本当にねあの日は時間がなかった。前髪もいつものメイクさんにそう切ってもらったりしてて時間もなかった。クマさん、クマさんありがとう、クマさんありがとう。この前食べるのがすごいちょっとねお腹空きすぎてたの。お腹空いてるとね私ターンしたらよろけちゃうのねそれがやばいと思って急いで食べましたそうなんだよ、この写真メンバーしか撮れない。え、そうなんだよ、だからチマには感謝ですね。私もあんな表情してたのかって感じで自分でも分からなかったもん。知れましたあの写真で。
こうちゃんのツイッターのサンタさんにも可愛かった。そうあれ本当はね、私が廊下にいて青海さんがいたので写真撮ろうって言って撮ってたら、ちょうど隣にここちゃんもいて、2人から3人に増えて自撮りをしてたんですよ。なんかめちゃめちゃ笑ってたでもあの写真いいよね、私すごい好き。自分のさ、あんなに笑った顔は好きじゃないんだけど、でも楽しさがちゃんと伝わる写真だから好き私のカメラバージョンの写真もあるよ、あれメールで送ろう。あれ送ったっけ、今日昨日めちゃめちゃブレてるやつおもしろかった来た、送った、あ送ったか。でももうちょいブレてない写真もあるの、送れたら送ります。あ来てた、あよかったあんだけブレてるとさ、あそんなに面白かったんだってちょっと伝わるくない。面白かった。あの今回はねちょっとあおみさん忙しそうでね、あんま喋れなかった。私リハの期間はだいぶいじられてたけど今日のいつもいいっすわ、あよかった。結構いいぜハト、ありがとう何でも笑っちゃう。あとなんだ、窓際ラバーは旧期3人とマリンさんと横にゃんさんで、旧期はねココちゃんと冬ちゃんで楽しかった。まあいろいろあったけどリハではでも3人は仲良く笑顔でやりました。伝わったかな窓際ラバーはそうゆきさんポジで楽しかった。で最初はねオリジナル衣装だったんですけど、急遽違う衣装になってしまって、心のプラカードみたいな衣装をちょっとアレンジした衣装に変更されてた。そうなの、最初オリジナル衣装でもうフィッティングもしてたんですよ。でその時ちゃんとね、私ゆきさんポジだったからゆきさんの衣装だったんですけど、人よりなんか布が少なくてなんかもうここ丸見えで恥ずかしかったから違う方の衣装にしてもらったんですよ。でも結局変わっちゃったからみんなに披露することはなくなってしまいました。そうだよね、そう先輩も自分たちも窓際ラバー5人なんだとは言ってた。そう、まあ、今回はねそうみんなそれぞれいろんな思いを持ちながらコンサートをやってたと思う、やってたんですよ。そう実際私もそうだし、あとはすねながら雨も初披露で、ラブリンさんセンター、あれはダブルセンターの曲なのかな。でも一応1のねセンターはラブリンさんで、レナさんポジで私入ったんですけど、まあ緊張したよねでもなんかね、振り入れしてレッスンしてリハして本番やって、あの曲すごく好きになりました。楽しいしかっこいい。あ、ダブルセンター、そうしかもねラブリンさんと一緒だったっていうのがすごい嬉しくて K2 でしたでも難しいなあの曲、表情もそうだけどなんかね細かい振り、感想がね難しかった。振り入れて私全然できなかったもん
1,2,3 これをさ研究生がいつも研究生公演でやってるのすごいなって思った。でも楽しかった、もう一回やりたい。進めながら雨楽しかったな、進めながら。え、二人やると基本ダブルセンター、あ、すごい、ダブルセンターなんだ。え、そう、動き複雑だった楽しかった。結構今回ラブリンさんとポジションが近かったり新芽だったりすることが多くて、世界のスーパーヒーローの感想もね、上手下手からこうハートの中をくぐることがあったんですけど、ラブリンさんと一緒だったんですよ。で、これやりました、猫ハッピーさんやりました。あとはなんだっけ、三河の A メロ部分でもラブリンさんとこれやってたやりすぎだよね。でも可愛かった、嬉しかったよ。ハッピーさん、何かしらあるとハッピーさんしちゃう。自撮りでもハッピーさんしちゃうもんハッピーさん、ハッピーさん、ハッピーさん言ってるけどさ、ラブリンさんも猫飼ってるじゃないですか。だからちょっとねラブリンさん家の猫ちゃんは名前なんて言うんだろう。たまに公園で写真見せてくれるんですけど名前忘れちゃう。教えてくれたっけな。そう、短足のね猫ちゃん飼ってますよね、ラブリンさん。かわいい、ウサギも飼ってるし、かわいい。名前なんて言うんだろう、なんだろう、名前がわかんない今度会った時聞こう。あとはもう悔しい話しかないねそうね、そうね。新世代ってなんだろうってすごい考えてたかな、瀬戸に来て何日間かはでも結局もう変わることはないから、与えられたポジションに対して深く考えすぎずにとりあえず頑張って覚えて、一人目立って練習して頑張って本番に挑もうと思ってやってました。一番悔しかったのは声の根拠かな唯一ね、私が初めてそうカップリングでフロントのメンバーに選ばれてるんですよ。そう、まあ、あれはね、その年齢が20歳ちょい、20、21の年のメンバーがそうフロントに立ってるメンバーで、今残ってる人たちの新世代は私とイズリンさんぐらいだったんですよね。そうで、ポジションもイズリンさんと私の名前だったんですよ、センターが残された名前がね。で、あ、やったね、やっとここでは前に行けるんだと思ったんですよ。でも全部の表を見たら入りが台上にいるんですよ。あ、確実に私こっちじゃんと思って、そこでまあ落ちたよね、気持ちは。言葉
出なかった。今考えても悔しいよね、普通に。初めてね、みんなの前で披露。同期もなんでって疑問に思ってくれてるメンバーも何人もいたから、こう思ってるの自分だけじゃないんだなって思ったし、選ばれなくてごめんねとは本当に思う。今回のコンサートはね、そうね、いろいろ考えさせられたかな、個人的にね、自分の中で。そう、ここでも選抜と選抜以外っていうくくりになるんだって思ったし、どういう基準で選ばれてるのかも自分も分かんないけど、でも自分の努力がいろんな一人一人のスタッフさん、マネージャーさんたちに伝わってなかったんだなって思ったら、あ、自分の責任だなって思って、頑張らなきゃなって思った。かな。だからそれもあって、それが決まってからのトーク会があった時に楽しみにしてるねって言われるのがすごい申し訳なくて、親も見に来てくれるのを知ってたから、まあ親はね、どこにいてもさやかがこんなにね、踊れるようになってる姿が見られるのが嬉しいって言ってくれるから、多分どこでも嬉しがってくれると思うんだけど、でもやっぱりなんかね、赤くなっちゃう、ごめん。こんなになると思わなかった。ありがとう、みんな優しいね。でも、伝わってる人には伝わってるよね。今回はもう、唯一泣きそうになったのが恋の根拠でした本番中。ハートたくさんありがとうございます。ハッピーも2日間もお留守番してくれたんだもん。本当に優しい、偉いよハッピー。そうね、雪だるまありがとうございます。そうだから今回後ろにいることが多かったから、
亀戸籍にいるファンの方が撮ってくれる写真も他のメンバーよりも少ないし、撮れてたとしてもなんかひどい顔してる漏れてない写真が多かったりだし、あとなんだろうね、後ろが階段とかスピーカーがあって、一番後ろの列の人はどんどんみんな後ろに下がってくるから、やっぱり大きく踊れないことなんか日常茶飯事だし、後ろ後ろですごいね、いろんな思い苦痛があるから、まあそれ乗り越えたらねすごい自信につながるんだろうなと思いながらやってました。いつもねすごい全メンバーのコンサートでやるとさ、やっぱ人数が SK 多すぎるから、後ろでも見えない人はいっぱいいるわけだから、あ、自分だけじゃないってちょっと思っちゃう部分があるんですよ。でも今回に関しては33人っていう、いつもより半分以上少なくなっての一番後ろだったから、まあ悔しいよね。あと、いた、ありがとうございます、こんばんは、こんばんは。ね、受験生も昇格して全員踊れる子が K2 に入ってくれたので、ちょっと不安しかないんですけど、でもね埋もれないように上に頑張る、頑張ろう。頑張る。そう、西井ちゃんがそう近くにいたから一緒にいたんですけど、多分邪魔だったな私と思いました。そう、結構受験生ってね、発表後のコメントでも聞いて思ったけど、受験生でいる時間が長かったからこそね、離れるのが寂しいってみんな言ってて、絶対受験生同士と一緒にいたかったんだろうけど、ちょっと近くにいっちゃった。申し訳ないと思った、そこは。K2 何？ 4 人昇格だっけ？受験生。人数足りるね、公演に。足りる。4人か。あ、そっか、私も隣に佐藤川さんいたんだ、西井ちゃんの間で。そうなのね。いや、五十嵐ちゃんが本当に K2 が意外すぎてめっちゃ驚いちゃった顔。発表の時そんなことないって、クリスさん優しいなと思った。意外と見てるんだね、みんな受験生のね発表コメントしてるときは実験のことしか見てないかと思ったけど、そう。彩香ちゃんはいいだと思いました、勝手に。でもね、あんな出てないっけ、だから予想はまあ分かんないよね、みんな。そうだね、そう、五十嵐ちゃんのコメントは自分もねアンダー出演してないまま昇格させてもらったから気持ちがすごく分かる、分かった。
たまよしちゃんみんな K2? たまたまでもすごいね、そんな合うんだ。最後まずいた首を壊したりその様子見た、すごい。ありがとう。嬉しい。でもね、お父さんにも言われました、それ終わってから連絡来たのが、人の話聞いてる時もちゃんと人よりも反応してたから良かったよって言われて、どんだけ私反応しない人間だと思われてたんだろうと思って。確かに人間にあんまり興味ないのはお父さんが一番よく知ってるんですけど、そうそうね、そこもまあお父さんに成長してる部分を見せられたかなとは思いました。そう。よく見てるよねお父さんも、さすがだろうと思った。人間観察するのにね、私なんでだろうね、ちょっとよくわかんない自分でも。今回はそう2人しか見れなくて、お父さんとお母さんが見に来てました。いっぱい手振った。でもちょっと遠かったから顔までは見えなかったけど、多分あれお父さんお母さんだなっていうのは、うん、多分当たってるかな。うん、場所はそう知ってた、どこら辺にいるか。おばさん卒業する K2 に同期と子が9人、先輩が9人、同じ人数なの。本当だ、やば。え、でも18人なんだ、増えたね。手打ってたの、そう。そうです。さやもなかなか謎の生態だよね、自分でも思う。不思議だなって自分でも思う。あ行がまた増えたのがすごいなと思ったんだけど、それ以上にまた誕生日が偏ったらしくて、K2 4月5月は多いし、もともとでも8、9月も多いらしくて、新しく10期が来てくれるとまた生誕祭ラッシュが続くらしいです、ケツ。笹山さ、私今まで1番か2番か3番だったんですよ、言うの。でも今回そう、青木ちゃん、伊藤美希ちゃん、五十嵐ちゃんが入ったことで全員前にいると6、7人目なんですよ、私でも、イでも。すごくない？いなのにさ、自分の名前が6、7番目なの、すごいよね。あ行多すぎん？ケーキでもあ行多いのにすごいわ。昇格した4人中3人あ行、確かにすごい、すごいね、いで真ん中。難しいね。え、そう、出だしはねいつも早いって言われるの、リハで。でも本番になるとちょうどよくなるの。緊張しちゃう、リハ、リハが一番緊張するかも。私確
母さんでも結構後ろすごいね。すごい。あ行めちゃめちゃいる。ちょっと待って、やばい、ブログ書いてないんだ。もうそれ終わりにしなきゃ。ふゆちゃんはいつも後ろだっけ、一番後ろ。かわいい。あ、そう、コンサート終わって帰りにスイッチ持っててたんですよ、私。で、色違い現象をしてたら頑張ったご褒美なのか、あの色違いの EV がすぐに出てきてくれました。嬉しかった、本当に嬉しかった。頑張った自分と思って。でもダイパリメイクの色違い一匹目は私の大好きなヨギラスちゃんです。そう。みんなに言ってなかったけど、そうヨギラス色違い来てました。そうなの。EV の色違いってグレーみたいな、銀色グレーだからすごい可愛いの。もっと欲しい。そうしっかりやってます、ポケモンは。ユギラスも出ました、濃いくなっただけ、色体楽しみにしてます。もう今の自分の楽しみポケモンです。次のアルセウスも楽しみだし、もう来月だ。そう頑張りました、色違いヨギラス。ヒンバスもね釣りました。なかなか釣れないヒンバスだけど釣れました。あの YouTube で簡単に撮れる方法を調べて。でもまだヒンバスゲットしたけど、メスにもしてないし厳選をしてないので、ちゃんとやりたいと思います。コンサートも終わったからやります、ガチで。でもまだね25、29で公演はあるので、ほどほどにしてやります。そう、ネットの力は本当にすごいなって思った。ポケモン大好き。でもギャラドスもね色違い赤欲しいから、でも切りないよね色違い厳選、みんな欲しくなっちゃう。ちょっとちょいちょい載せようかなストーリーに。あれスイッチって画面録画できるじゃないですか、それを携帯に送れるんですけど、その動画をまんまインスタのストーリーに上げちゃダメかな。もう色違いのヨギラスとイブが可愛いからみんなに見せたくて。ダメかな、写真なら平気かな。無理か、いや、わかんないよね。うわ、あんま変なことしないようにしよう。写真にしようか。動画はちょっと怖いな。うん、やめよう。可愛いから見てね。一旦写真で、そうね。うん、写真しよう。ありがとう。よし、終わりにしよう。ブログを書きます。あと、ありがとうございます。今日はいろんなお話をしちゃった、ごめんね。あーかわいい、かわいい子いた。ずっと近くにいてくれた、昨日今日も。かわいい。1位ハッピーさん、2位クマのアバターさん、3位カレーのアバターさん、4位ハッピーさん、5位男の子のアバターさん、6位ハッピーさん、7位ハッピーさん、8位ハッピーさん、9位メロンパンのアバターさん、10位ハッピーさん、11位
西さん、12位男の子のブタさん、13位アフロのブタさん、皆さんありがとうございました。あ、見たハピさん元気ですいっぱい心配ありがとう。ハッピーのことをまた明日配信できるとき、そうだよそうだよ、24日からアバター配布をするために1週間はできるなら毎日配信するということは、毎日アイドルそこから多分始まると思います。多分1週間以上多分続けたら、そう毎日アイドルチケットを勝手に使用されちゃうので、それはちょっと嫌なので多分続けます。はい、そしたら見てねみんなありがとうございました。ありがとう、本当にいっぱいお話聞いてくれてまたやってくれるの？やりますやります。ありがとうございました。ブログ書きますおやすみなさい、バイバイ